マウオポルスカ県、マウオポルスカ県、ボーバードスタボ・マロプールスキーは、ポーランド南部の県である。県とはクラクフ。スロバキアと接していて、国内では、シロンスク県、シフエンティクシシュ県、ポトカルパチェ県と接している。マウオポルスカは、小ポーランドを意味し、これに対応する、大ポーランドとは、ビエル・コポルスカ県を中心とした、ビエル・コポルスカ地方である。また、 歴史学者、ジグムントグローゲルによれば、これは古い村の隣に新しい村を建てた際に古い方と新しい方をそれぞれ大、小を冠して並び称するポーランドの習慣に従うものである。マゴポルスカという語は、ヤギエヴアサのヤニ一世がシュラフタの特権を認めたピョトルク風ーポー1494で、初めて公文書に登場し、ポーランドリトアニア共和国の時代になると、 法としてのマオポルスカは、現在のウクライナ全土までをも包含する広大な地域となった。世界遺産にも登録されている、クラックフ旧市街、ビエルチュカ岩塩湖、港、カルバリアゼブジトフスカをはじめ、南部には山岳リゾート地のザコパネなどがある。クラックフの西方3 6トル、シロンスク県との県境に近いフジャヌフ郡の町。 13世紀に建設された古城のリポビエツ城が見どころ。町の公式サイト、ポーランドもあり。新石器時代から人が住んでおり、世紀には、プトレマイオスにより紹介された、ビエッシ、ビエッシ族と関連があるとされている。11世紀に最初の旧市街が建設された。1257年より、町としての自治権が与えられた。13世紀後半頃からは、 ポーランド王国最大の街の一つとして栄え、宿ビが女王のお気に入りの街として有名になった。17世紀から18世紀にかけて天才が続き、人口が激減した。第二次世界大戦では、ナチスドイツに略奪された。戦後は、美しい市街地はよく保存されている。美しい田園風景に囲まれた、旧市街、旧市庁舎、教会群が見どころで、 フォトジェニックな町である。首都軍の合同サイト、ポーランドもあり。世界最古の岩塩港である、ボフニャ岩塩港がある。この岩塩港は現在は創業しておらず、内部は博物館として公開されており、岩塩でできた礼拝堂などがある。なお、創業している岩塩港のうちで、世界最古のものは同じくマボポルスカ県のクラクフ郊外にある、ビエリチカ岩塩港。 市の公式サイト、ポーランド語、英語とドイツ語は制作中あり。2013年、ビエリチカガウン,ンを拡大登録する形で、ボフニャガ塩ン,ンも世界遺産に登録された。マニエリスム様式建築と公園の景観複合体、及び巡礼公園はユネスコ世界遺産。バドビゼから近い。公式サイト、英語、ポーランド語、チェコ語、スペイン語、 ハンガリー語、イタリ語、ドイツ語、ロシア語、ポルトガル語、スロバキア語、フランス語あり、マオポルスカ県の県と、長くポーランド王国の首都であったこと、八十万人の市民のうち十万人が大学生という学問の町でもある。美しい歴史地区はユネスコ世界遺産であり、その中心部にはヨーロッパ最大の中世広場がある。市内のカジミエ地区にある、 ユダヤ人街は、スティーブン・スピルバーグ監督の映画、シンドラーリストの舞台となった。郊外にある、ビエリ地下が暗雲縁港もクラクフ歴史地区とは別に、ユネスコ世界遺産に登録されている。クラクフ周辺も、田園や森や峡谷の風景の中に、古城や宮殿が点在し、オイツフ国立公園などの、風光明媚な観光地が多い。クラクフ市公式サイト、英語、ポーランド語、 ドイツ語、フランス語、中国語あり。マオポルスカ県とポトカルパチェ県の村々。木造協会は、マオポルスカ県内とその近辺に無数にあるが、現在はそのうち次の6つの村の協会が、ユネスコ世界遺産として登録されている。ザコパネから比較的近い。観光サイト、英語あり。ダムコのチョルシュテュンコ、のほとりの村。 14世紀から建設された、ニエジツア城、ドゥナイエツ城とも呼ばれるで有名。この城が建設された当時、ここは、ハンガリーとの国境付近であった。公式サイト、英語、ポーランド語、ドイツ語あり。ニエジツア城、ドゥナイエツ城の公式サイト、英語、ポーランド語は、クラックフの郊外に、社会主義時代の1940年代末から1980年代にかけて、 大規模に建設された鉄工業を中心とする計画都市。社会主義リアリズム建築様式の建物が多く、産業都市であるが社会主義時代のノスタルジックな景観と雰囲気が味わえるとして、近年は特に欧米人の間でエキセントリックな観光地として人気がある。アンジェイ・ワイダ監督の映画、大理石の男の舞台。公式サイト、英語、ポーランドもあり。周辺は、 ポーランドのトスカーナと呼ばれる美しい田園と自然の風景が広がる。スロバキアとの国境に近い。中世には地中海とバルト海を結ぶ交易路の中継地として大いに栄えた。ここの旧市街広場はヨーロッパ最大の中世広場であるクラクフの旧市街広場に次いで広く、中世広場としてはヨーロッパ第二の広さを誇る。旧市庁舎王の定石。 聖マルガリータ聖堂、ベザリーカ・コリージェカ・マルガーゼティをはじめとした、多数の教会群、時代村、シダッキーパーク・エトネグラフィックスニーが見どころであり、近隣の村々の木造教会群をめぐったり、で、ハイキングやキャンプをする際の拠点にもなっている。カロル・ボイティは、若き日のローマ教皇、ヨハネ・パウロ二世はここからのハイキングに、行のがお気に入りだった。式サイト、英語。 ポーランド語、ドイツ語、スロバキア語、ロシア語あり。中心には旧市街があり、周囲はのどかな農村が広がるが、町の南東と北西の郊外に、ナチスドイツが建設したアウシュビッツビルケナウ強制収容所跡がある。この強制収容所跡は、博物館となっており、人類の負の歴史を後世に伝えるため、ユネスコ世界遺産に登録されている。試行式サイト、英語、 ポーランドもあり。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。